本日の有料物件こちら28号だった実習生の寮に使っとったから、はい、ただまあこれだけ実習生向きになっとるっていうのは言い方悪いけど、まあボルーですよ。入ってくる扉が開かない冷蔵庫はもう使えない。いやー臭っ不気味し見てますか風船ぶら下げてますプロのロマンだけ募集します。うんはいはいみどりちん、お疲れ様です。お疲れ様です。久しぶりみどり。はいはい、ちょっと草ぼうぼうになって廃墟みたいになってるけど、はい、出て何ヶ月？半年経ってないぐらいですね。半年経ってない。本日の有料物件こちら28号だった30号塗り替えオンラインショッピング塗り替えオンラインショッピングやっちゃうか。まず本日の案件は鍵が開きません鍵が古すぎて開きません。あ、多分開いてるかもですね。あとはなんか力ずくで扉を開いていった、はい、あ、電気ついてる。はい、塗り替えオンラインショッピング本日の案件は不動産建物付き扉が開かないこの扉を。あ、洗濯機付きです壊れてます。壊れてます。壊れたの？撤去しないといけないんです。ちょっと靴のまま早いけど、はい、相当ボロいよ。ここは社長何使ってたのかな。あの実習生の寮に使っとったから、はい、寮としてはいいと思って、まあ、ちょっとね、だいぶ汚いけど、うん、年季は入ってますね、うん、何来たら外の水あるから。いや実習接種の洗濯機が何台動けるとかにしてあるんだよ。これコンロも確かこれ改造してそうそう。コンロも2個だよ、ほんとに。ちょっと汚いけど、はい、で、これ何ってさ、これエアコンも全部つけただろ。あ、そうなんですか。結構金かけとんだよ、これ。風呂はね、やろうと思ったらやりにかったけど、これだけど、まあ、シャワールームだよな。ベトナム人はシャワーしかないんで。そうですね。シャワールーム。ちょっと汚いけど、もう現状はだし。で、あ、これも置きっぱなしだろ。はい。やって。あ、なんか使ってないみたいなんですけど、持っていかないといけないですね。今日も使えば。はい。これもつけたのかじゃん。金庫付き。金庫付き。まあ、あの、物が盗まれるからね。財布とか、まあ、貴重品はここに入れるもんね。そうですね。どれでもある。ウォッシュレット付き、うん。ちょっと趣のある昭和のレトロ感が。大変お願いしないと思います取れた。はい、レトロ感取れた。次行こうか。あ、どうぞ。足元上がります。ありがとうございます。暗いですね。もう照らしながら行きます。ちょっとやっぱボロいもんね。いや、何っていうとこれさらちにして、さらちがもうくそばだけど200かかるかわからんけど、さらちにして壺を30から35ぐらいでは売れるよって言っとったんだわ。28坪かける30からってなんてぐらいなの。800万ない。全然そんなもんだ。買った値段がそんなもんだね。で、こうやってエアコンとかは全室ついてますわ。え、ちょっと不気味っす。見てください。怖いです。風船ぶら下げてます風船持ってきてる本当に可愛くしとったね。クリスマスみたいな感じしとったんじゃない。すごいよ。そう、武器。あ、ここは、あ、匂いだな。匂いね。匂いなつけてんだな。で、こっちも3室あるんだな。おお、4部屋だったっけ。下にもう一個右にあるんか、はい、4DK みたいな感じだな。はい、ちょっとね、まあ言い方悪いけど、まあボロいですわ、はい、うん、昭和のレトロが、邸宅昭和のレトロが邸宅だけど、あ、ここはもう一部屋。あ、でもここはもうキッチンだって。はい、裏の洗濯物置きはやってみましょう。裏にいっぱい洗濯物置きはやってみましょう。まあ、そこから。ここは実習生の洗濯物だから雨の日でも干せるように屋根とか自分たちで作ったんだ。これは外いや、ここまでのエアコンついてるだろ。全室エアコンついてるだろ、うん、はい、エアコンぐらいしかいいのはこの家の取り柄はエアコンが必要なんです。でも本当にコンロと冷蔵庫は使えない。使える気がしますけど。いやーさちょっと、まあ、買い替えた方がいい。ガスで、ガスが
ガスストーブが置いてあるんだな、ガスコンロで。いや、ガスでいっぱいあるんだ。だから4本と5本ぐらい線が増築しまうのかな。で、コンロが、要は飯にね、来るじゃん。で、まあ、1部屋2人で住んだら6人住めるけど、上の3、3つだったら、まあ、でもここもあるか。上2つか。上2つの。1つだね。3部屋ですか。3人から6人ぐらい。まあ、6人だったら一応法定上有料になると思うよ。1人 3.5 畳だったっけ。なんかあるの、3坪か 3.5 坪かなんか、なんかルがあったら有料みたいになるの。実習生のあれですか。そうそうそう、なんか有料みたいな。お前何も知らんない、実習生担当。何しろお前呼んなんや。すいません。あれほらホームキリやから、ロナルドの時あるのお前、もう誰が。すいません、タイヤマンバージン。で、まあここを不動産屋のことも相談したんですけど、まあまあ解体するのは解体する、まあ知り合いなもでもおるもんで、うん、あれですけど、まあ実習生の部屋で興味があると。まあ家賃でね 4,5 万借りて 2LDK で、うるさいでしょ、うちもな。賃貸借りるとうるさいんだよな。ああ、そうですね。あのゴミの捨てら、でもここはいいのは、まあこういうこと言ったらあかんですけど、まあ言ったらあかんって、この動画見たら全部分かっちゃうんだけど、隣の人たちがもうここを教育してくれるんだよ。そうです、組の好き方とかもすごい可愛がってくれるの、はい、おじいちゃんおばあちゃんたち、うん、で実習生もやっぱ人懐っこいから結構仲良くなっとったよな。はい、だよな。で結構仲良くなっとるから、まあ、ここは実習生住んでも大丈夫です。今これ港区の11屋、はい、本当にでも名門から入って5分だな、3分ぐらいですね。すぐすぐだよな、はい、だからあの迎えに来るのもどっちからも、三重の方から来るのも、名古屋の南区とかあっちの方から23号登ってくるのも、うちも信号があるからパッと入れるから、うん、場所は本当にいいところ。不動産屋の相場で言うと、もう30から30だって、もう上物をタダで売りに出します。これ多分28坪ぐらいかける30ぐらい、ちょっと計算できんけど、これ1ヶ月間でしょうかな。1ヶ月やってもダメならもう自分たちで買いたいうちがするもんで、それからもう一般の人に売りに出します。まあ、興味あればあの資料を送ります。今ちょっと細かく住所を送って、なんかいたずねとかされても困るから、本当に興味がある人だけ、まあ、不動産屋から通して連絡入れさせようかな。28から35万やったら980万円、980万円、まあ、900万円いいかな。900万円募集します。うん、900万円、うん、でまあ本当に、まあ、それに近い金では絶対売れると思うよ。まあ解体費用かかってくるけどね、うん、だけどうちでもこれね、何年使った、7、8年ぐらい使っとんかな。前もう入社した時にあっただろう。はあったと思います。前何年会社来て、5年丸5年経ちました。丸5年、はい、まあそんな、なんか丸5年手がかゆくてすいません、かけなくて。緑ですみたいな、また緑来てるでしょお前、はい、で結構緑好きだな。ルーティーンです。ルーティーンだな、まあいいと思うよ。なべつに俺ぼったくの値段で言っとるわけじゃないから、たまたまちょっと買い手が出たんだけど、近くの人から本当激安みたいな値段で言われたから、不動産屋のことも、まあ、それは厳しいなって。まあ値段はある程度は相談するけど、そのめちゃくちゃ値段だったらもう売らない。だったらもうサレチェンして、あの家建てる人に抜けて売りに出すから、うん、一部直さなかったところもあると思う。うちも結構使っとったから。ただまあこれだけ実習生向きになっとるっていうのはなかなかないと思うわ、うん、だから変に6人使ったのならもうすぐペイできるわね。フルリフォームしてもすぐペイするんじゃないですか。フルリフォームして結構金かかるんだよ、うん、俺も1回足したことあるけど、200万か300万ぐらいかけや、まあそこそこなるけど、まあだけどこういうのもカーペット引くとかさ、やり方だよね、最低限の。そうそうそう、畳がどうとかじゃないけどな、こういうのもその、ここはまあまあ使えるかな。ここは綺麗です。そうそう、切られてる中で一番いいのは風呂もぶち壊して触るんですよ。でもシャワーでもここ2個入れりゃいいんだよな。で外に洗濯機持ってって、ここにシャワー2個のシャワーできる。でもまあ6人だったらちょっとシャワー2つ入れるけど、一時期ここ5、6人住んだもんな。あ、そうですね。そうだよな、はい、だけども後半はあそこ寮もあったね。常時3人だったろ、はい、2人3人だろ、はい、まあ、3人だったら寮も知っていいと思うよ俺は、うん、あの寮はすごいことになってますよ。そうね、毎日仲良くご飯作って買い出し行って、うん、お疲れでお休みで、そう僕毎日会うんですけど、かなりフレンドリーですね、ベトナムの方が。ああよかったよな、うちはな、はい、今はそのだって場所が変わって、マンションがもう上から下まで3階建てのマンション
全部自分のところの寮にしようだよな。ちょっと扉を直したらいいか、そんなうわ、そんなあ、いいね、扉を直しましょう。はい本日は2階建て、上に2部屋、下に1部屋の 3DK。 はい、 3DK じゃ 4DK か。そうですね、 4DK だけど、まあ一つはリビングみたいな商品な、はい、あります。ぜひ興味あったら、うん、まあ値段はある程度までは相談するけど、まあまあさらちにしてじゃ売った方がいいやみたいになっちゃうから、ぜひ寮でちょっと興味があるんだったら声かけてください。はい、お願いします。バドミンでね。